こんにちは、速乾塾の久保です。今回はですね、まあ、こんな記事がありました。えー、最近モラルのないふざけた選挙立候補者が多すぎませんかと。まるで YouTuber 感覚で増えた気がします。ということで、画像が挙げられております。おそらく、まあ、YouTube などを中心に国会議員になった、また、国政政党を作ったね、山本太郎さんや NHK 党の立花隆さんのことを言われてるんだと思いますね。いや、ふざけた奴らが出てきたな。 というふうに思われた方は、すでに脳みそが古い方だと私は思いますね。えというのが、山本太郎さんにしても、この立花隆さんにしても、おそらくこうやったら選挙に当たるんではないかな、もしくは多くの人の支持を集められるんではないかな、というふうに考えて選択した結果が今なんですよ。まあですんでね、山本太郎さんとか、立花隆さんが適当なことをやって、ふざけたことをやって、たまたま当たったわけではなくって、どうやったら、 戦術的に国会議員になる道が開けるかなってことを考えて、その他何年も何年も国政政党を狙って選挙活動して全然発信も棒にもかからなかったようなね。例えば日本第一党とか、それから幸福実現党さんとかね。まあこういったところを一気に追い抜いて、まんまとその共闘法となるべき道を作ったわけですよ。でそう考えたらふざけたところか、かなり頭脳明晰で えー、自分なりの回答を実現させた人だとも言えますね、えー、そしてこの国政政党2つに、えーまあ、追従する新しい国会議員さんも生まれてきてるということじゃないですか、ね、そう考えたら「ふざけてんなこの人」じゃなくって新しい未来の常識を今現代において展開させてるわけですからそれはね少数派であって仕方がないのかなと思いますし 革命を起こすっていうのは結局こういうふうな変人扱い、ふざけたもの扱いされるんですよ。まあですんでね、今までの方にのっとった、もういかにも政治家ですみたいな人を我々が支持するようでしたら多分こういう人たちは生まれなかったでしょう。でも時代は新しい人を求めていると。まさに人々は YouTube を見るようになって YouTuber に映画タレントや俳優以上の 信頼を持っている、期待を持っているというふうに思ったから YouTube に出まくって、そしてまんまとね、知名度を上げてこういうふうになったんではないかなと思うんですよ。まあもちろんね、山本さんはもともと知名度があった方ですけども、立花隆さんなんて、それは知られてなかったわけじゃないですか。それこそ NHK の職員、本当 NHK の単なる職員ですよ。で、そこで内部告発をしたけれども、内部告発がほとんど取り上げられずに、無名のまま終わっていくと思われたところを、 コツコツと2チャンネルに書き続けて、コツコツと YouTube 活動してっていうところで、まさに時代が追いついて、多くの人が2チャンネルを見るようになったり、インターネットを見るようになったり、多くの人が YouTube を見るようになったりしたところで、もうすでにたくさんのコンテンツがあるところにブレイクしたってことだと思うんですよ。だから先読みができる人ってのは、先読みができない人から見ると、ふざけた非常識な人間に映るということです。皆さんはどうですかね先読みができてますか こういった政治家が出ることを変な人たちだなと、常識に外れてるなと思いますかじゃあ常識的に生きればどんな未来がやってくると思いますかまたコメント欄で教えてください。